男子ゴルフツアー新ハンドンヘオープン最終日、2024年9月8日韓国、二川クラブ 72cc オーシャンコース、7204ヤード、パー72、日本、韓国、アジアの3ツアー共賽大会の最終ラウンドが行われ、首位から出た平田健勢、23イコールエレコム、外一イチーイグル、ローパーディ、ニボギーの66と伸ばし、通算22アンダーで2週連続優勝を果たした。 今季3勝目で、23歳287日での通算5勝は史上3番目の年賞記録。直近5試合でベスト10を外さない安定感を示し、賞金ランクは1位に浮上した。前週に続き平田が歓喜のウォーターシャワーを浴びた。初日は出だし4ホールで3ボギーと最悪のスタートだっただけに、まさか優勝できるとは思っていなかった。本当に嬉しい、と喜んだ。 最終日は首位から出て1番でバーディーを奪うと、5番パー5では残り225ヤードの2打ち目を4相で25メートルにつけてイーグル。前半8バーディーを奪ったスマイスと競り合ったが、自分のゴルフをして伸ばし続ければ勝てると信じていた、と冷静さを失わず、1打差で逃げ切った。23歳287日での日本ツアー通算5勝目は17歳354日の石川亮。 21歳279日の松山秀樹に次ぐ3番目の年賞記録。プロ転向前は、こんなに順調に行くとは想像もしていなかった。身が引き締まる思い、と語る。今季初優勝した7月の長島茂雄招待セガサミーカップ以降出場5試合連続でトップ10入りし3勝と抜群の安定感で賞金ランク1位に浮上。 韓国とアジアツアーの出場権も獲得した。世界に挑戦できるチャンス。積極的に出場していきたい。と意欲を示した。